今週のキーワードは鈴木会長退任です。40年以上にわたってスズキ自動車のトップを務めてきた鈴木治氏、なぜ今退任を決断したのでしょうか。鈴木会長は42年にもわたってトップを務めたということで、ずっと第一線で経営に携わってきたんですね。はい、退任のニュースはとても感慨深いものがあります。浜松の中小メーカーだったスズキが、世界的なメーカーになった、それを成し遂げてきた、まさにスズキの歴史そのものというのが鈴木治氏なんですね。世界で自動車大手が激しく競合する中で、経営自動車のスズキという独自のポジションを築いて生き残ってきました。鈴木氏は退任の理由を創立100周年の峠を越えたこともあり決意した。今後は現役役員が気軽に相談できるように相談役として全うしたいというふうに語っています。軽自動車の鈴木というポジションをどのように確立したのでしょうか。はい、税率の低い軽自動車の需要をうまく取り込んで市場で確固たる地位を築いてきました。2020年の国内新車販売台数では初めてトヨタに次ぐ2位になったんですね。経営の特徴は設計や生産で徹底的に無駄を省いてコストを下げる、そしてユーザーの求める性能と価格を実現してきた点であります。鈴木治氏は部品一つずつの軽量化を支持したという話もあります。軽自動車などは単価は低いんですが、営業利益率ではトヨタに引けを取らない水準でホンダを大きく上回っています。インド進出も早かったですよね。1980年代前半には当時どの日本車メーカーも進出していなかったインドに進出しました。はい、インドの国営会社に出資をして低コストの小型車作りで成長しました。大手が誰もいない市場に行けばナンバーワンになれるはずだと鈴木治氏は振り返っています。今は子会社となっていて、インドの乗用車市場で半分ものシェアを占めるトップになっているんですね。スズキはインドでの販売台数が世界の半分を占めています。インドの市場が有望だと見て集中的に投資をしてきたからなんですね。スズキの戦略の特徴は、世界の大手と比べると経営体力が小さい中で小型車、それから軽自動車という独自のポジションでどう生き残るかと、どう成長するかという点に不信をしてきたというところにあります。スズキは鈴木治氏のカンピューターとも言われる経営センス、経営手腕を生かして GM やフォルクスワーゲン、トヨタという大手と提携をしたり、時には解消したりしながら生き抜いてきました。脱炭素にも注力していますよね。2030年代半ばまでに新車をすべて電動車にするという方針を政府が打ち出していますが、鈴木はここにどのように対応していくのでしょうか。鈴木治氏はやってみなければわからない、挑戦すると語っています。ただハードルは大きいと見られています。一つは電動車の開発には大きな投資が必要となるため、鈴木一社ではなかなか難しそうだという点です。それからもう一つは、鈴木が得意とする軽自動車は大きさの規格が決まっています。そこにバッテリーやモーターを乗せるのは普通車や大型車に乗せるよりも大変だということ、この2点になります。そうしたハードルがある中で、鈴木としてはどのような対応が考えられるのでしょうか。はい、まず考えられるのが資本業務提携しているトヨタとの関係強化の可能性です。トヨタのパーツなどを使って開発することなどが考えられます。もう一つは長期的に EV 電気自動車の受託生産に乗り出すことです。アップルが生産委託で製品化を検討しているとされるアップルカーの、そういったニュースが出ていますよね。これで鈴木はコスト削減や小型化のノウハウがこういった生産委託をしたい他社から求められる可能性があります。鈴木といえば軽自動車というポジションを確立したのが鈴木治会長でした。部品の軽量化を支持したり、インドにいち早く進出したりするなど、経営資源を集中する戦略で成長してきました。今後の課題は電動車への対応です。脱炭素の流れで EV の需要が高まると想定されますが、技術的なハードルはなお高いと見られています。今週もご視聴いただきありがとうございました。ぜひコメント欄に感想を寄せください。高評価、チャンネル登録もお待ちしております。